done. Thank you. Final warm-up 終了です。Ceremony begins at 8:05. That is about 10 minutes. もう最高ですね。はあ、最高です。これがお仕事やな。All athletes, please stand by behind the rope. Thank you. The rope, and please do not hold the rope. Thank you. On your mark.だんだん横に広がっていた選手たちが縦長になってきて、この辺りでスピンが出てくるので、より前で前に今選手たちは展開したいなって思っていると思います。ちょっとの差というのが、まあ、ここでスイムのその力の差というのが少しずつこっち始めるぐらいじゃない限りは、多分どの選手がどこにいるかっていうのは今時点では選手もあまり分かってないと。そうですね、ただ V 回った時ほど、はい、あと 150m ぐらいになってきました。残りわずかというところです。でこの後は当然上がって、そこで集団逃がしてしまうこともあるので、そのあたりでさらに4人が固まってというところ。大丈夫、 He is leading the race. まずは
そしてご苦労様のスマホの方で終盤だいぶ話していきましたけど、どういう感じで走ってたんですか？何ですか？あ、ランニングに関してはもうその結果 1.5 キロ地点ぐらいで後ろ離れてくれたので、その後は自分のペース、リズムを刻むことだけを意識して走りました。大会としてはだからこれ連勝ということになりますけど、改めて優勝、2連勝になったんですが、どうですか？そうですね、ここ4、5年ぐらいはですね、この大会コンチネンタルカップっていうカテゴリーの大会で、そのコンチネンタルカップの一つ上のワールドカップで、さらに今年4年ぶり5年ぶりにコンチネンタルカップに出場して、先週今週とそこで2連勝できたのはですね、最近失いかけていた自分の自信っていう連勝で掴んだ自信を持って、6月の末また世界選手権シリーズに戻りますので、そこでしっかり自分のパフォーマンス、大阪で走ったっていうのはどうですか？そうですね、僕地元が大阪なので、この大阪で優勝できたっていうのはですね、なんとしてでもこの地元大阪で優勝したいっていう思いがある中、今日はやっと地元の大阪で優勝できたので、すごく嬉しいです。声は聞こえてましたか？めっちゃ聞こえてましたね。もう本当にコース上両側から、皆さん応援してくださったり、順平順平ってこうコールをしてくれてる応援団の方もいらっしゃいましたので、非常に力になりましたし、やっぱり地元の力かなりでかいなと思いました。改めてこの先に向けて、またファンの皆さんに、また今たくさんの人来てますけど、一言またお願いします。あくまで僕
目指しているところはですね、パリのオリンピック代表権を勝ち取ることですので、まあ、今日の優勝っていうのは、まあ、一個嬉しい、結果として自分の中で捉えつつも、これに満足することなくさらに上を目指して引き続き頑張りたいと思いますので、皆様これからも応援よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。コングラチュレーションズ、メッシュル・ジュン・ベイ・フルーヤー、ピープラ・レスポーズ。Thank you. 古谷俊平さんでした。大きな拍手をお願いいたします。